スーパー GT っていう立ち位置で考えると分かりやすい。スーパーレジェラっていうところなんですけど、はい、藤川さん意味知ってます？はい、よいしょ。なんとこのボンネットが前に開くと、ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がアストンマーティン DBS スーパーレジェーラ2019年式6000キロこちらの車両になります。 DBS も初登場ですね。初登場です、はいはい、前回撮ったフライングスパーも初登場でしたけども、はい、初登場続きということで、ただ今回ちょっと予習したんですけど、はい、ちょいちょい言っちゃうんですけど、うん、だいぶ怪しいですできる限り勉強したんで、はい、間違ってるところあったらコメント欄で教えていただけると助かります、はい、なるべくちょっと掘り下げてご紹介させていただこうかなと思います。でまずこの僕 DBS スーパーレジェーラっていう車が全然立ち位置が分からなかったんですよ。あ、はい、まあ、アストンマーティンのトップのモデル、まあ、もちろんそのバルキリーとか、 なんかその特殊なモデルありますけれども、通常ラインナップの一番上、そのぐらいの感覚だったんですけど、あのこれすごく分かりやすく説明しているサイトというか、はい、市場レビューがありまして、まず一番エントリーモデルバンテージ、はい、これはスポーツカーっていう、うん、分類、うん、そしてその次にある DB11、うん、これが GT カー、うん、そして今回ご紹介させていただくこの DBS スーパーレジェラがスーパー GT っていう立ち位置で考えると分かりやすいっていう。ああ、なるほどと思って、まあ、もちろんそのいろんな意見あると思いますよ、うんうん、すごくざっくり乱暴な言い方するとそういう感じで考えると分かりやすいんじゃないかなと、うん、なるほど。で車自体がこれ DB11 の、うん、まあ軽量ハイパワー版っていう感じなんですね、うんうんうん、ただデザインもまるで違うじゃないですか。はい、違いますよね。だからまさかそのベースが同じっていうのはちょっと分かりにくいですけど、うんうん、あの細かいところを見ていくとかなりその共通なところがあったりとか全然違うところがあったりっていうことみたいです、うんうん、はい、でまず外観から見てきたんですけど、はい、うん、この一目で分かるもうアストマティチ顔ね、これ良くないですか。いいですね。でまたそんな中でもちょっとこのグリルが特殊なグリルになってたりだとか、うん、あとはそのベースとなってる DB11 とちょっと違うこの透過類の形だったりだとか、はい、全体的なシルエットだったりだとか、うん、かなりこの辺が効いてるかなと、はい、もちろんハイパワーになってるってことで、あのボディ自体もフロント1センチ、うん、2センチほどワイドになってるみたいです、はい、であとはこのスーパーレジェラっていうところなんですけど、はい、藤川さん意味知ってます？何ですかね。これがですね、はい、あの掘り下げていったらいろんなのが出てきまして、まずですねもう直訳というか、まあ、単純な意味合い的には超軽量っていう意味らしいです。あー、はい、スーパーなレジェラ、はい、それがそういう、うん、あのパッケージ内容というかことみたいです。あとはこれ他にも意味があって、うん、1930年に、付けられたボディ構造の名前でもあるみたいです。ほう、もう間もなく100年、うん、90年ぐらいですか、うん、前のそのボディ構造の名前がそのスーパーレッジェラっていう名前で、それの、まあ、もちろんそのリバイバルというか、うん、はい、オマージュというか全くその別の構造らしいんですけど、はい、まあ、それを強く意識した、まあ、その名前から来てるみたいです。であとは僕もこの辺全然おなじみがなかったんですけど、1967年にスタートした DB456 にもこのスーパーレジェラっていう名前がついてたんですよね、うん、そうですね。ラゴンダのラピードもなんかついてたとかっていう、はい、だから一部のちょっと特殊なモデルについてた名前が、まあ、現代によみがえったっていう、そういう感じみたいです。僕は最初に聞いた時だからそういうイメージがあって、なんか特別なモデル、特別なモデルっていうんですかね、なんかちょっと特殊な部類なのかなと思っていたんですけど、ただ改めてどういう意味ですかって言われると、うん、いまいちやっぱり馴染みがない表現というか、うん、あのグレードなんで分かりづらいですけど、そんな意味合いがあるみたいです、うん、でもうその頂点の、うん、レーシングの、はい、もう言ったらその F1 テクノロジーまで詰め込んだ車なんで、うん、もうボンネットもこの大型のダクトがついてるモデルになりますし、はい、あとはその超軽量ということで至る所がまあ軽量金属とカーボン素材になってるらしいです、うん、でこのクラムシェル、はい、要はその貝殻 の, その上の部分になってるみたいなこのボンネット、あ、でかすぎじゃないですか。でかすぎですね普通ここフェンダーで切れてるところを、はい、ここまでかぶさるボンネット、これが全部なんとカーボンということで、すごいですねこれは。でいつもちょっとエンジンルームで見るところなんですけど、うん、今回開けてみていいですかね、はい、あ、いいですよ、ちょっと開けちゃいましょう。これどうやって開けるんですか？そのダッシュパネルの横です。ダッシュパネル違います、横です。あ、そうです、あ、これですね、はい、失礼しました。えい、これをちょっとじゃあ今回開けたいと思います、うん、先に、はい、よいしょ。なんとこのボンネットが前に開くと、うん、そして
この裏側回ってきていただけると分かりやすいんですけれども、なんとこれが全部カーボンなんですね。ね、これもうこのサイズのドライカーボンっていうのもすごいです。すごいよねこの大きさ。作るのどうやってるんだろうっていう単純な疑問。そのオートクレーブも当然これが入るサイズじゃないと製造できないわけじゃないですか、はい、もちろんそうですね。でなおかつ、まあ、こう特殊なモデルとはいえ、まあ、それなりの台数作るわけじゃないですか、うん、これをこう市販車もうフォーミュラーとかなんか、ね、そういうレーシングカー、そうですよ、はい、これもうほとんどボンネットじゃなくてカウルっすよね。はい、カウルです。これがそのままついてくると、うん、そしてご覧ください、タイヤがなんとむき出しということで、はい、これあの締めると分かりやすいんですけど、このタイヤハウス上部のエアをこっから抜いてるんですよね、うん、そうです。こんなこと考えます？すごいよね。だ普通のなんかもう市販車の感覚が全く当てはまらないですよ、はい、でここのドライカーボン製のこのカーボンパーツの隙間からエアーを抜くと、うんうん、確かに結構あのタイヤハウスの中のこの乱気流とか空気の流れって意外にこうどうしようもないというか、そうですね。ただやると結構効果があるんですよね、うん、最近だとあのエアロディスクって言ってホイールにこうリングつけたりとか、あれでちょっとその横のこっち整流したりだとか、うんうん、この乱気流をちょっと整えてあげて整流してね、そのダウンフォースだったりとかにつながるっていう効果もいろいろ最近見直されてきてますけど、はい、これをこのままこれでやっちゃうと。そしてこのむき出しのタイヤなんで足回りが丸見え、はい、でこの足回りももう思いっきりレーシング直径みたいですね、うん、これが鍛造製法で作られたアルミアームらしいです、はあ、でちなみにフロントダブルフィッシュボーン、はい、リアマルチリンク、うん、まあ、形状というか形式的には一般的なスポーツカーと、まあ、多く採用するものですけども、うん、これがもう直巻きのバネともう本当に車外サスペンションですかっていうぐらいの、ね、本当だよね、このサスペンションと、うん、あともう一個びっくりしたのは、うん、この取り付け方なんですよね、はい、ここまでが一応そのフレームの、そうですね、はい、本体が通ってて、うん、そこから先のセクションが足回りと一緒にこうくっついてるんですよ、うん、はい、これをもう市販車で採用するというか、量産車でこれを作ってくるっていうのはもう本当になんかフォーミュラーにカウルがついてるというか、うん、市販車の側になってるっていう、いや本当そのまんまそうですよね、うん、そういう感覚の車なんだなっていう、うん、こんな感じの前回りになっております、はい、そしてちょっとじゃあせっかくなんで閉めてみましょうか、はい、これ閉めるのはあれなんですよね、うん、あのソフトクローズがそうです、はい、ついてるということで、トンと落としてもらえればもう全然閉まっちゃいます。はい、はい、いいですかね。いいですよ、はい、なんでまあ1人でも、まあ、閉められなくはないと思うんですけど、そうです、まあ、2人でやっていただいた方が、いやでもポンと落とすだけなんで、あ、本当ですか、はい、バチンとやらないで大丈夫なんで、こんな感じの前回りになっております、はい、うん、そしてこちら足元の方が21インチのこちらのホイール、多分鍛造ですよね、はい、一応このピアノブラックとダイヤモンド型のバイカラーのもの、これ現行モデルには多分ラインナップないんじゃないかなっていう、あ、そうですか、ホームページ見る限り、はい、スポークをひねったデザインで、そうですね、ちょっとシンプルながらこの飽きのこないデザインになっているのかなと、はい、うん、そして組み合わせるタイヤの方が P0265-3521こちらのものが装着されております、はい、そしてブレーキの方は最新の CCB、うん、カーボンセラミックブレーキ410倍、はい、フロント6スポットでございます、うん、まあ、もうこの辺っての車ですから、まあ、この辺がまあしっかりついてくる、これはあれですかね、 AP 製ですかね、どうなんでしょう、ちょっとメーカーまでは調べてないです、うん、ただおそらくイギリス車なんで、はい、マクラーレンなんかも結構 AP のブレーキ使わせたり、ね、多いですね、おそらくその辺なんじゃないかなと、はい、まあ、この辺詳しく知ってる方がいらっしゃいましたらコメントいただけると助かります、はい、そして横、この横のデザインもすごいですよね、うん、もう本当にエアロパーツかっていうぐらいのこのサイドスカートと、ここが張り出しがすごいですよね、抜けてたりとか、はい、あとはこのミラーの付け根ですよ、うん、こんなのありますすごいよねこれ、形状とあの長さとすごいですよこれ、そうなんですよ、めちゃくちゃかっこいいんですよね、はい、で177とかドアから入っててこう一体になってたりしてましたけど、さすがにそこまでじゃないですけど、うん、同じぐらいこうなんかこうスタイリッシュな伸びやかなこのミラー、これもちょっと他にないなっていう、うん、であとは軽量な部分としてはルーフも DB11 と違ってカーボンルーフになる、はい、でトータルで、うん、一応これでマイナス70キロぐらい、だいぶ違いますね、あの12を積んでるのにもかかわらず、うん、で特にそういうボンネット、ルーフ、トランクのその
上部にあるものが軽量化されてますんで、はい、まあ、重心も低くなりますね。低くなってると。あとドアなんかもアルミのドアになってるということなんで、はいはいはい、まあ、とにかくもう本当にフレーム以外の部分は超軽量化、うん、なるほど。でドアノブはこの引っ込む空気抵抗のないタイプですね、はい、そして後ろも2センチほどワイドになってるみたいなんですけど、はい、トレッドも同じようにフロント1センチリア2センチほどワイドになってるそうです、うんうん、そしてリアの方がもう少し太くなって、うん、305、3021ということ でリアも360倍4ポット、はい、こちらがカーボンセラミックブレーキ、これサイドブレーキ別体ですよね。そうです、こちらのものが装着されております。はい、そして後ろに回ってくるとここもすごいですよね。ここがすごい、むしろ、はい、なんとここからエアーを入れて、はい、そうですね、はい、そしてこのウイングの後ろ側、うんうんうん、はい、ずっとそのまま来ていただいてここからエアーを抜く構造になっていると。これちょっと一緒に開けちゃいましょうか。開けちゃいましょう、はい、こっち、ここからなんとエアを抜く構造になっていると、うん、でこれがまんま、F1 テクノロジーというか F1 で培った、うん、その空気の清流というか、うん、から来ているエアロダイナミクスということです。これが、アストンマーティン風に言うとバーチャルスポイラー、はい、正式名称もついててエアロブレード2っていう、はい、名前でやってるみたいです、うんうんうん、でこれによってリア120キロマックス、すごいダウンフォースが得られるような構造になっています、うん、でちなみにフロントもいろいろな、積み重ねで60キロほどダウンフォースが得られるようになっているということなので、基本的にこの一見したらシンプルなリア周りで120キロって驚異的じゃないですか、はい、大型のそう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  GT3RS みたいなウイングついてて120キロって言うんだったら分かりますけど、まだね、この小ぶりな、むしろ多分ほとんどこっちじゃないかなっていう、はい、これだけで120キロを実現してる。そうですね、で多分こっちもかなり効いてるのかな。いや、かなり効いてると思いますよ。ここのルーフ上部から入ってきたエアがちゃんとここで、うん、そうですね。でカーボンの目も、まあ、当たり前ですけど、うん、純正なんでめちゃくちゃ綺麗なんですよ。綺麗ですね、本当にこう中心に寄ってってる綾織のカーボンで、はい、こんな感じのスポイラーになっております、うん、だって動くのすらないんですよ。ドイツ車はみんな動くじゃないですか。そうですね、それすらなく、うん、スピード出したら120キロのダウンフォースが得られる、うん、そしてテールランプなんかは今回このクリアのタイプ、はい、これも2種類あるんですよね。はい、そうです、はい、うん、あとリアはこの下側が全部カーボンになってて、うん、形状もすごいことになっております、はい、で下側のこのディフューザーも、うん、あの当然なんちゃってじゃなく、はいはい、フラットなフロアから、うん、エアを抜くような構造で、リアのダウンフォースにもだいぶ貢献してるみたいです、うん、そしてマフラーエンドもこれなんかブラックとブライトとダーク、はい、あのどっちにしてもダーク系みたいなんですけどあの3色あるっていうことで、うん、でこれちょっと気になったのは、はい、出口こっち側大丈夫みたいなんですけど、うん、こっち側正直レビューすると熱でね、ちょっと剥離しちゃうんだね、中古の個体だとなんかこうなってるのも多いみたいなんで、うん、ただそこはボンドグループ、はい、ボンドボディもありますし、はいはい、塗装に関してはもうお任せください。お任せください、はいはい、まあ、気になるようであれば、うん、まあ、黒く塗り直したりとかっていうのもできると思いますので、はい、お気軽にご相談ください。はい、じゃ続いて内装を見てみたいと思います。これ特に出たりはないんですよね。ないですね、これは、はい、こっちを押していただいて、うん、はい、でこのちょっと上に上がりながら開くドア、うん、はい、そうです。これがかっこいいですよね、はい、だから思わずちょっと必要以上に、うん、このぐらいで済んでもこのぐらいちょっと開けたくなっちゃう僕だったら開けちゃいます、はいはい、こんなドアになって。そして内装の方も、うん、あの普通ちょっとそのスポーツを極めてる車って内装ってちょっと簡略化されたりだとか、はい、ちょっと素っ気ないものも少なくないじゃないですか。また違った意味での攻めてる感も出ちゃったりする車もあるしね、うん、それがこの内装ですよ。あのこれホームページでも、うん、あの自社のホームページでも歌ってて、はい、本当にそのくつろげる内装っていう、うん、本当に高級ソファーみたいな、うん、そんな感じの質感ですよね。でこれ もうものすごい膨大な量というか、うん、から選べるんですよね、内装の組み合わせが。そうです、選べます。はい、そんなスポーツがあります？ないですね。GT3 がなんかめちゃくちゃおしゃれにできるかって言ったらそうじゃないだろうし、うん、はい、そのぐらいのちょっと違いを感じました。そして内装、はい、専用のメーター、はい、これ DBS スーパーレジェラ専用のメーターになってて、うん、ステアリングの方も当然あの通常の深淵の、はい、ステアリングもありますけれども、うん、このスポーツプラスステアリング、これも専用のものが装着されていると、はい、これステアリングもいろんな種類があるんですよね。パンチングとか、ね、うん、アルカンターラとか。そうです、今回はこの内装の紺色
かな、そうです、レザーに合わせた、はい、スポーツプラスのステアリングになっております、はい、あとシートの方もこちら、うん、DBS スーパーレジェラー専用のスポーツプラスシートということで、はい、これは 16way、うん、調整がこれ外側じゃなくてセンターコンソールの脇についてるタイプ、はい、だと、エアコン関係とかメディア関係に関してはこれ試乗の時にちょっと見てみたいと思います、そうですね、そしてそのまま、後ろの席もちょっと覗いてみてもよろしいでしょうか、はい、後ろの席も、うん、ほぼ乗れないというか、はい、ちょっと大人の人が乗るにはタイトすぎるスペース、イメージ的には911みたいな感じですけれども、それでもこれだけ抜かりなく作り込みがちゃんとしてますよね。 2x2 クーペで、でも一切妥協はしないみたいな、直角の背中にしたりだとか、もうこれどのお尻が入るんだよっていうぐらいちっちゃい座面ではなく、はい、まあ、最大限スペースが取ってあって、シートベルトがなんと逆から止めるタイプになってる、はい、こんな感じの内装になっております、はい、であと、はい、いいな、見えない、普段見えないですけど、ルーフ天張り内張りですね、はい、の柄、これめっちゃおしゃれじゃないですか。これ何かと同じ柄としてます、何のと同じ柄、シートと一緒です。あ、そういうことなんですか。そうです、そうです、シートの座面の部分と同じ柄、はい、柄っていうんですかね、こうステッチの、はい、スウェード調のこのグレーの、そうですこれだから統一感すごいですよ ね。でこのシートのこの三角形の集合体も、うん、これステッチで再現してるんですね、はい、なんで本当に細かい職人さんの技が生きてるなっていう、 そんな感じの内装になっております、うん、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンルームの方が 5.2 リッター V12 ツインターボということで、馬力の方が725馬力でございます。えらい、トルクが900ニュートンで、しかもこの900ニュートンが1800回転、もう言ったらアイドリングちょっとぐらいからもうフルトルクが出るという。でただこれいろんなレビュー見たんですけど、はい、割と乗りやすい、意外に気使うことなく下道なんかでもスル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 って走っていけちゃう、そんな感じのエンジンみたいです、うん、でこれ DB11 と、まあ、比較するまでもないんですけど、はい、まあ、ちなみに比較すると117馬力ぐらい、うん、こっちの方が馬力が出てるということで、はい、0100なんと 3.4 秒、そしてマックススピードが340キロということで、すごいね、まあ、日本の交通事情だと、うん、道路環境だと、うん、いつ出すんだよっていうスピードですけど、はい、ここはロマンなんて、そうですね、まあ、そんなスペックを持ち合わせると DB11 だと322キロということで、まあ、どっちにしろ使いこなさないまあスピード行きではありますけどさらにそれを上を行くポテンシャルを持ち合わせてみたいです。でこれ組み合わせるミッションの方が破足オートマン、でこれ当然ミッションも合体しちゃうとフロントヘビーになりすぎちゃうんでトランスアクセルということで、うん、ミッションは後ろの方に持てているような仕組みになっているみたいです。でそれにプラスしてカーボンのプロペラシャフトなんかも、うん、専用のものがついているそうなんで、はい、本当にレーシングカー、はい、そういった感じになってくるそうです、うん、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、トランクの前にこのリアのトレイも、うん、ルーフとシートと共通のデザインになっているんですね、はい、うん、細かいよね、はい、仕事が丁寧です、仕事が丁寧です、はい、そしてトランクを開けるとトランクこれ分かりづらいですよね、うん、ちっちゃいボタンがありますのでそこを押していただけると、はい、こんな感じでトランクが、うん、これちょっと開口部が狭いんで、はい、まあ、お世辞にもちょっとこの積み込みやすいですよっていうわけではないと思います、うん、そして容量に関しても、うん、これ非公開らしいんですけど、はい、一応270リッターぐらいっていうことみたいです、はい、うん、そしてトランクにこの積んである箱が、はい、充電器の方は、そうですね、はい、積んでありますので、はい、まあ、充電環境整っている方であれば、うん、繋いでおいていただけるといいんじゃないかなと思います。でトランクも当然カーボン、カーボンですね、これこんな比率でカーボンを使ってて一切見せないってすごくないですか。すごいね、僕はメーカーの人だったらちょっと出しちゃいます、うん、続いてトーカル見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。
では参りましょう。参りましょう。あ、なんかいい感じですね、このバイザーが。あとこの手作りの内装がやっぱり最高だと思うんです。最高だよね、スウェード調のバイザーと。あと僕好きなのはこのシュっていう、うん、そう、これ感じ、これね、なんか滑るようなこのシュっていう、こう最後がちょっと ここの感がちょっときつめだとシュっていうことで、はい、ああいいですねこれね。いいですね、これが最高です。最高です。天井もこの刺繍ステッチが入っててかっこいいです。いいです。で今回は、ダニエル土方が、そうですね、これノータイムトゥーダイでしたっけ、はい、で出てきてるんですよね。ノータイム、あ、そうですね、はい。そして内装の紹介ちょっとあの軽くなってたんで、はい、まあ、内装の紹介もしながら、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、行きましょう。で土方さん最初に言ってましたけど、はい、なんとこのグローブボックスがないんです。そうですね、ここの空間ちょっと気になりますけども、はい、あと収納っていう収納ほぼない、ほぼない。ドアに関してもこのちっちゃい、うん、しかもこの縁がめっちゃ低いんで、うん、はい、もうほぼ物を入れられない。そうですね。でここのアームレストに関してはおなじみの、おお、はい、電動のタイプ。ああ、いいですね。ちょっとあの故障が心配だなと思ってしまいました、私、はい、今まであります？ないですね、今まで。今のところないですか？今のところないですね。でもなんかちょっと何かの関係で開かなくなっちゃったとかありそうな感じが、うん、いや十分考えられますね、はいはい。まあ、その辺はもうこのかっこよさで帳消しなんですよ。ですね、はい、そうなっちゃいます。そしてあと僕ちょっと気になったのはエアコン、これ真ん中下向かないんですね、はい、ここぐらい、そうでした、このぐらいの角度が全開なんですね。なるほど、わかります。これだ、この辺でしか僕浴びたい人なんで、あ、自分にしたいんですけど、 この辺に風が来ちゃう感じ。え、こっち下来てるよ、来ない？あ、こんな、このぐらいまでですか？あ、このぐらいです。ここの辺に当てたい感じなんですか？あ、それできないですよね。そうですね、はいはい、すいません。あとちょっとここが、うん、少しプラスチックかなっていうのは少し感じました。確かに。ただ全体的な作りは本当によくできてるというか、うん、はあ、メーターフードなんかもめちゃくちゃかっこいいし、かっこいいですよこれ。あのステアリングも、はいはい、ここからドライバー視点から見ても、ああなるほど、はい、かっこいいです。あ、これ嫌いです。あ、このポクポク音前も言ってたよね、イギリス車のポクポク音、はい、うん、あれジャガーもこんな感じの音じゃん。こんな感じだったね、確かね。そしてステアリングがちょっと独特な形状ですけども、うん、いいね、握りやすさとかいかがですか？最高です。全然悪くないですね。最近どっちかっていうとこう横長 D シェイプが多いですけど、少し縦長にも見えます。見えますね。そしてパドルと、あとどっかで見たことあるレバー類とか、うん、あ、そうです、どっかで見た時ありますよ、はい、これですね、あの僕いろんな今回読み物読んだんですけど、はい、2020年から2022年5月まで、うん、AMG の元会長が、うん、あのアストンマーティンの会長やってたらしいですよ。あ、そうだったんですか。あ、道理でじゃあ、うん、あの関係が近しいというか、うん、まあ、ちょっとその本当にそれかどうか分かんないですけど、うん、その会長だったからパーツが利用されてるのか分かんないですけど、トビアス・ムーアスさんという方、はい、ちなみに今の会長はアメディオ・オペリーサさんという方、うん、なるほど、はい、この方は、うん、あの元フェラーリの、うん、何かのプロデューサーの方です。あ、そうなんだ。フェラーリの関係者みたいです。あれ、今度じゃあグッドフェラーリ寄りになったら面白いね確かに確かに、うん、それはそれで楽しいね。でも前もちょっとアストンかなんかで言ってるかもしれないですけど、うん、いろんなその経営危機だったりとか乗り越えて、うん、いろんなところと組んで、うん、ジャガーだったりフォードだったり、はい、まあ、メルセデスだったり、うん、いろんな形になりつつもちゃんとこのスタイルとなんかこの伝統が受け継がれてるってすごくないですか。すごいですね、うん、だから結局その量産というか台数を売るメーカーではないですから、はい、生き残るって大変なことじゃないですか。そこをうまくこう乗り切りながら、でもアストンっていうアストンマーティンっていうものをしっかり残しながらっていう、なんか兄弟車とか OE でも済ませられそうなところじゃないですか、うんうん、はい、それを一から全部やって、はい、今では F1 にも参戦してるんですよ。すごいですよね。まもなく料金所です。やっぱり伝統もあるし、はい、そのいろんな意味でやっぱり吸収応援するメーカーも残したいんですよね。いきます。はい、はい、やばいっす、今一回戻しちゃいました、怖くて。これなんすかこれ、やばいよ、戻しちゃいました FR っすね、はい、アクセル戻しました。おお、
っていう本当に、はい、後ろからこう押し出される感じのこの加速、うん、はいや、うん、あの実は僕撮影で、はい、あの DBS 一度運転させていただいたことはあるんですよ、はい、なんであの感じはなんとなくは分かってるつもりだったんですけど、うん、助手席乗るとまた違いますね。いや助手席は速さを感じるし恐怖も感じるじゃないですか、はい、やっぱり、はい、まあ、手応えがないですからね。そうなんですよ、ステアリングだったりペダルだったりの。そう、そして全体的な乗った印象としては少し足やっぱり硬いかなという。硬いね。これ今 GT モードで一番柔らかいんですけど、その割には引き締まってます。モードが一応エンジンと足回り、はい、はい、それぞれステアリング の、 このスポークのところで個別に設定できるんですよね、うん、はい、そうです。足回り柔らかくエンジンスポーツにもできますし、はい、逆もできると。はい、で操作関係に関しては、うん、もうおなじみですよね。そうですね。シフトと、はい、あとパドルでも引くと勝手にドライブに入るし、はい、両引きすればニュートラルにも入ると、うん、そうです。この辺は他の、スーパースポーツと共通のところもあると思いますので、はい、まあ、戸惑うことはないかなと、うん、結構固めっすよね、うん、そう固めです。スポーツな、はい、はい、レート固めのこうタンタンっていう、うん、なんだろうね、あのなんだろうねって言ったら変な言い方だけど、結構引き締まってるというか、引き締め締め上げられてるというか、なんていうの、レートの高い感じは受けますね。でこれが一応スタンダードなあれですよね。そう、一番柔らかいモードでってことですよね。はい、だから1個上げると、はい、もうすぐ分かるぐらい、はいはい、でもう1個上げると、はい、そうですね、気にして乗れば全然すぐ分かるぐらい違い分かります、はい、あとコーナリングとかは結構違いが出るのかなっていうのはちょっと思いました。そうですねなんかさ、ノーマルのモードで意外と硬いんだねって思ったけど、今これスポーツプラスっていうか、スポーツプラスか、はい、になってるけど、めちゃくちゃ硬いね。これすごい面白いと思いますよ。あとフィーリング的にはいかがですか、ステアリングフィールとか。いや、なんかね、ペダルタッチとかちょっと今分かりづらいんですけど、はい、ペダルタッチは反応そこそこいいです。そしてエンジンのトルク感がすごいので、そんなに踏んでないのにグイグイいきますね、うん、っていうぐらい気持ちいいですよ。面白い。あれ、じゃあ機敏すぎて神経質になるのかとか、そういう意味ではないです、はい、それをですね、すごく全く土方さんがおっしゃったことを、はい、前回もそんなくだりがあった気がしますけど、うんうん、土方さんがおっしゃったことを書いてるレビューがあって、はい、車のそのトルクがすごいのと、うん、味付けが絶妙で、はい、もっとスピード出せ、もっとスピード出せって車が言わない。わかります、はい、言ってる意味すごいわかります。もうなんかその多分音的なものだったり、その出力のこの出方だったりで、うん、こう思わずこうテンションが上がっちゃって、こうもっとこう走らせてくれって車もあるじゃないですか。ありますね。そういう感じじゃ全くない、はい、確かに。ただひとたび踏み込めばとてつもない700馬力オーバーで、うん、さっきの恐ろしい加速をするっていう、はい、確かに。いつでもどっからでもどうぞみたいな感じですね。いや、スーパースポーツな立ち位置なんですけど、いいですね、GT カー要素というか、はい、淡々と走り続けることもできちゃうよ、うん、できますね。ちょっとまたドイツ車と違う、いや全然違います、感じを受けました。なんだろうな、これなんかすごく独特だな。手応えを感じつつ、うん、癖はある感じですか。癖はないです。ただこれなんかな、ごめんなさい、語彙力がないんで、はい、言わせてもらえば悪く評価してるんじゃないですよ、はい、言わせてもらえば、はい、古臭い味付けです。あ、なんかわかります。古臭いって言葉が悪いのかもしれないですけど、なんていうのかな、オーソドックスというか、なんかこう昔のこうスポーツカーの味付け作り方みたいな、これぞ FR の古典的な、今もう電子制御とかうまく機能しすぎて、はい、言ったらもうゲームみたいになってるじゃないですか。はい、なってますね。そういう感じじゃないってことじゃないです。ある意味僕の年齢からすると、あ、これあったよねっていう思い出す感じで、その知らない世代、もうちょっと若い方からしてみると、ある意味新鮮なのかもしれないです。あ、新しいものとして、はい、そうです、もしかすると。確
確かにもう今の車ってもう4駆でも FR でも FF でも、うん、なんかもう車の特性いい意味でなくなっちゃうぐらい頭がいいじゃないですか。そうですね。4駆でもグイグイ曲がるし、うん、なんかもう FF でもなんかフロントの重さ感じないみたいな。そうですね。なんかある意味こう全ての車が今こう無国籍になりつつあるじゃないですか。確かに。どこの国のどういう特性の車でっていう概念じゃなくなってきてると思うので、そういった意味では色濃くなんか主張されてるのが分かります。なんですけど、さっきツッチが言ってたようにもっと踏めもっと踏めってもっと飛ばせって車にせつかれる感覚は一切ないです。はい、60キロで走ってたらあいいよそれでみたいな感じがします。だから人気なんですかね。好きな人は大好きですからね、アストンマーティンって。これ乗ったらハマる感じはすごくわかります。はい、わかります。他にあんまりないですよね、この感覚は。はい、うん、やっぱり僕も、どの年代のどの車種どのグレードかわからないですけど、やっぱりアストンマーティンって所有したいんですよ。あ、自分でやっぱり所有して乗ってみたいです。スーツですか。はい、スーツですか。いいえ、ジャージで、ジャージです。はい、イメージ的にはこうスーツでこうちょっとフォーマルな感じで、はいはい、うん、シュッとして乗りたい感じしますけども。そうですね、はい、でもなんとなくこうなんていうんですか、ちょっとカジュアルな感じで、はい、普通にさりげなく乗るのもいいかなと思います。まあ、しかもそれ車を受け止めてくれますよね。そうだと思いますね、うん、乗りやすさもありつつ。そうですね、はい、そうなの。スポーツカーなのに乗りより乗降性すごくいい感じがします、僕この車は。イタリアスーパースポーツってもう乗り込む時からこう、はい、もうよいしょって感じじゃないですか。そうですね、もうその時点でスポーツですからね。入っちゃえば、収まるかもしれないですけど、はい、そういうのはないですよね。全然ないです。でも、はい、でそれ多分このスワンドア一つ取ってもそれ、うん、そういうのあると思います。あ、確かに。まあ、もちろんそのビジュアル的にもありますけど、うん、そうですね、遠赤にこうぶつけないようにこうシュッと上がるような、はい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 、なんとなくこうなんていうのかな、こう気負うところもなく普通にこうスマートに車も動いてくれますし、いいかな。なんかすごく優等生なんだろうなって。アクセル踏むと怖い加速だったりとか、うん、楽しめますね、そういった意味では。だから今ちょっと渋滞しててごくごく低速ですけど、うんうん、ギクシャクしてる感じは、いや、何でもないですね。マニュアルモードで走ってても別にね、助手席でも感じないですよ。はい、あとはそのステアリングフィールの、それプロドライバーかな、うん、の方の、あのレビューだったんですけど、うん、その味付けも絶妙、うんうん、その切り始めた時のその入力ゲインとか、うん、その先も、うん、なんかちゃんとその変化があってっていう。ああ、わかります。そうですね、確かに。本当にあの今の車ってゲームみたいに、はい、曲がったら曲げたら曲げただけ、そうですね、曲がっていくっていうよりかはちゃんとその手応え感じながら、うんうん、今これすごく重いです、ステアリングが。はい、しっかりしてますね。僕もちょっと前なんでそこまでは鮮明に覚えてないんですよ。ただ恐ろしく速く意外と乗りやすかったっていう。そうですね、はい、加速シーンをこう PV で撮るじゃないですか、はい、FR700 馬力大丈夫かなと思いつつ、うん、わって踏むんですけど、はい、お、全然なんかでも普通にね、はい、はい、でちゃんと手応えあるんで。そうですね、はいはい、あとはこのスタイリングじゃないですか。はい、これね、スタイリング本当いいですね。あとはそのまあ沖の撮影でいろいろこうね、ご説明しましたけど、まあこだわっているというか考えられているデザインというか。本当っすよね、はい、だって絶対スポイラーつけた方が手っ取り早いですよね。リアウィングなんて本当ですよ。あれピラーから入れてって、うん、マクラーレンもそういう感じじゃないですか。あ、そうそう、マクラーレンもそう、はい、うん、シュートも速い。やばくない？今4000いってるかいってないかだよ。これ7000まで回るんだよ、どうなっちゃうんですかね。だからさっきみたいに、さっき一瞬踏んだじゃん。でもあれだって5000ちょっとだよ。これやばいね、この車。これ0100 3.4秒か、マックス340キロです。いや出るなって感じです。いや絶対、絶対ということはないけど、はい、もっと速く感じる。0、103.4 でしょ。
いやもうちょっと速い気がするけど、普通のスーパーカーより全然速いでしょこれ。まあまあ馬力的に、特に FR だから多分その状況によって、うん、はいはい、大きくそのタイムで変わってくると思うんですよね。確かにね。うおっていう、どっから踏んでもドキドキします。これはすごいな、すごいの作っちゃったねアストン。でもアクセル抜くと本当に普通、普通に普通に普通にあのでも加速を感じると、うん、あれもしかしてちょっとこれフルバケ必要な車じゃないかなって本当だ、ね、思うぐらい、うん、それがこの上質な全然タイトじゃないシートに座って、うん、でもなんかさフィット感というか包まれ感抜群だよこれ。いいっすね。いいよね、はい、最高だな。毎回同じこと言ってますけど、ポルシェとマクラーレンは割とこうシート合うんですけど、うん、アストも割と僕のこの、うんうん、合います。合いますか。合います。AMG のあのパフォーマンスのシートとか、うん、あとはランボのあのフルバケとかは、うん、背中痛くなっちゃうんですよね。ああ、はい。そんな立ってるっけあれ。いや背中のとこがこうなってんすよ。ああ、押される感じ。だから猫背の人は多分、うんうん、ああ分かる分かるっていう方多いと思うんですよ。姿勢いい方だったら多分ハマるんでしょうね、うん、極端な猫背なんで背中のこの腰の上とか痛くなっちゃうんですよ、うん、その点これは割とサイドサポートでこう支える感じなんで、そうですね、ここで支えてくれる感じなんで、うん、はい、調整もそんなにこうポルシェ18ウェイみたいな感じじゃないですけど、はい、はい、でも全然緩い感じのシートじゃないね。そうですね、全然いいよ。あと、はい、直進安定線を申し分ないですね、うん、一つ冷静にこう乗ってると重量バランス良すぎますね。あ、12積んでても、はい、あの限りなく50対50に近いぐらい。そうですよね、みたいですよ、うん、だからね前が軽いのすごく分かります。53対47だっけな、はい、そんな感じで書いてありました、うんうん、だと直進安定性はもう DBS 抜群に良くなってるらしいです、うん、初期初期の DBS ってなんかちょっとその直線はい、DBS DB11 で、うんうん、なんかその直進安定性が少し悪いっていうレビューもあったみたいなんですけど、うんうん、あ、分かります。その辺がこうトレッド広げていろんなこう見直しされて、うん、だいぶ直進安定性、そうですね、いいですね。直進安定性良くなっているのと、ステアリング その操作した時のレスポンスがよりリニアというか、はい、レスポンス良くなってますね。付きが良くなってる。あとロール感とか接地感がすごく分かりやすいっていうのは相変わらずアストンらしいなっていう感じはします。で、後ろの足の動きってなんとなく古典的な動きしてるようなんですけど、はい、トラクション抜けないですね。あ、はい、それ重量バランスの良さとこのもありますよね。でもなんとなくアストンマーチンってこうなんとかな、もうこう昔からのイメージのままで古い感じの車を作ってるのかなって思うんですけど、新しい車乗ると当然当たり前ですけど進化してて、グリップというかメカニカルグリップも相当上がっててとか、電子デバイスの存在を感じさせない割にはしっかり聞いてくれるっていう、まさに古いものと新しいものをうまく合わせてる感じはありますね。いや最高でした。これ最高でしたね、はい、スーパーなレジエラでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいいな、やっぱりアストン本当いいね。いいですね。っていうかうん、やばいよ、加速が乱暴乱暴っていうか暴力的。 PV 撮るのに全開踏んだんですよ、はい、マジで、はい、ガーッて踏んでビビってました。やばいこれっつってでしょ、急速加速撮ってくださいって。そのメーターブワーっていうのを取りたいから全開踏んでくださいって、全開ブワーッつってブワーッて、おお危ない危ないっつって、ツッチー乗った時あるかな、あの220の、はい、220っすか、はい、W220S クラスの S600、 え、ないです。ないか、あれもなんだっけ、V12 ツイッターボなんだけど、
確かシングルカムかな、うん、バンって踏むと、うん、ありえないほどレスポンスよくてブー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 っていうのうわ怖っと思ってすげえめちゃくちゃレスポンスよくてこんなのいらねえだろうと思うぐらい、はい、あの時の衝撃だね。へえ、うん、レスポンスのいい W12 でレスポンスいいってすごいっすよね。いやすごいよね。じゃあ最後になりますけども、うん、最高でしたね。最高ですね。相変わらずやっぱりアストンっていう感じですね。やっぱり軽量化っていうのは相当効いてると思いますよ。うん、全然動きが違います。でこのパッケージが未だに新車で注文できる、まあ、来るかどうか分からないですけど注文できるっていうのはもうちょっと驚異的だなと、うん、はい、嬉しいし、もし買おうと思う方がいらっしゃったらもう買うべき1台、これも絶対入れておきたいですね。そしていいのか悪いのか分からないですけど、はい、日本のマーケットだとこのアストンマーティン、特にイギリス車に対する評価って決して高くないじゃないですか。そうですね。ただ一つずつ見ていくとやっぱりこのしっかり作り込まれた車だし、うん、このホームページ一つ取ってもやっぱりその車好きな人とか運転が好きな人に届けたいっていう、はい、そういう車になってくると思うんで、まあ、ぜひ刺さる人がいらっしゃったら、うん、まあ、中古車市場も流通量かなり少ないですけど、はい、で今回ご紹介させていただくものはかなり状態もいいんで、そうですね、まあ、このまま乗っていただいてもよしですし、はい、あとはボンド名古屋ですから、うん、タイホイール変えていただいたりだとか、はい、車高をちょっとだけ下げていわゆるカタログ車高なんかにするとよりかっこいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はアストンマーティン DBS スーパーレッジェラをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。